今年は2005年にセパ交流戦が導入されて以来、20年目に当たる。両リーグのスター対決が普通に見られる昨今、いわゆる夢の救援に昔ほどの存在意義があるのか、疑問符をつける声は決して少なくない。そうした風潮の最中、監督推薦で6人選ばれた広島選手はどんなモチベーションで救援に臨んでいるのか。 前半戦9勝でハーラートップの床田は対決したい選手にソフトバンク、近藤を挙げた。今年の交流戦では近藤さんと対戦するチャンスがなかったんで、ずっといい成績を残してるし、すごいバッターに自分の球が通用するか、投げてみたいなと思います。交流戦で対戦した選手にまた投げてみたい、と言っていたのは守護神、栗林。相手は打撃校長の日本ハム。 タミヤである交流戦ではフォークを打たれたので同じフォークで抑えたい空振りを取りに行ったフォークが真ん中に入って左翼方向に打たれたんで今度はしっかりと抑えたい交流戦のリベンジを救援でしようというのだまた同じ前世の投手では阪神・佐伯に話を聞いてみたいという佐伯は去年までまっすぐとフォークというイメージだったんですけど 今年はスライダーがいいいので投げ方を教えて欲しい僕は今年カットボールが使えてるんでスライダーも投げられるようになれば投球の幅が広がると思いますから救援で得られた助言がスキルアップにつながることもある若い選手の引率者の気分で出場するベテラン秋山も自分の経験からこう言った僕自身は西武時代にホークスの長谷川さん13年の首位打者 サイターアンダーに打撃の細かい話を聞けました。シーズン中に話せることではないですから、そういうのはすごくありがたかった。一方、今季4番を打つ小園は救援用に特注した用具があるので、ファンに見てほしいそうだ。前回の出場は追加、22年救援に補充選手として出場。だったんで、メーカーさんとの契約もなかった。今回は監督推薦なので、 ししっかり準備できましたメーカーさんにも、救援に出てほしいと言われていたので、1年目の19年はフレッシュ救援に出て MVP を獲得、これが後半戦の1軍定着に結びついた、今回も、救援出場がいいきっかけになればと思います。これからどんどん上がっていきたい、今季は大混戦となっている世襲戦線、救援のベンチ裏もなかなか面白そうである。